らこう Facebook に載せたら共有しようともできるんですけど、なぜかというと、夜になると魚は暗くなるので動かなくなります。コン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 、音でびっくりします。じゃあその魚がどこへ動くか、かがりの音へ寄ってくるんですね。そうするとその上で鵜が待ち構えている。だから昼間でも鵜は魚を捕るんですけども、夜わざわざかがりを焚いて夜にやるっていうのは魚を効率よく集める、そういうような形です。だからコン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 、でほう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 っていう、あれはさあ牛尾さんお仕事ですよ、終わったらあなたたちご飯ですよっていう感じ。今現在はウーはお腹は空いてます。お腹がいっぱいやったらもう取ってくれません。多分全部浮いたままですから。一生懸命働いて帰って家帰って全部吐き出されるのとどっかのお家と一緒で。なかなか酷な量ですね。で、鵜飼は、後ろも言いました、漁業です。これはあくまでも漁業ですね。で、鵜と鮎が結びついたっていうのは、まず鮎っていうのは餌釣りができない。苔を食べます。そうすると網ですくうか仕掛けにで取るかしかない。網ですくうと魚ももがきますよね。ちぎれたりもします。で、鵜っていうのは鱗が非常に細かいんで傷がつきやすい。鵜が取った魚っていう鮎っていうのは、要はくちばしの跡がつくぐらいで。Thank you.
ちゃ根から潰しちゃう。あれ食べた。